渡辺敦氏は日本の俳優である。本名は渡辺総一。青鬼プロダクションに所属していた。浅草オペラを経て映画界に入り、三枚目として数多くの映画に出演した。松竹蒲田撮影所では短編喜劇映画の主演として起用され、蒲田喜劇俳優の一人者となった。戦中は古川六波と行動を共にし、戦後は 黒沢明監督作品に常連出演した。1898年4月9日、東京市浅草区西鳥越町に金物賞の息子として生まれる。幼少時に父が急死し、母と群馬県大羅郡立林町に移る。小学校を卒業後は浅草の駒物問屋にデッチ暴行に出され、17歳の時に、 建林で小さな店を開くが、1919年に倒産したため再度状況。浅草にある百女という役者専門の化粧品店に勤め、役者のもとへ注文の品を届けたりするうちに役者を志す。同年に化粧品店を辞め、紙箱を作る工場の職工となって間もなく、東花江一座の俳優募集の広告を見て入団する。 渡辺はじめを芸名とし、赤坂ローヤル館で上演した、マイスタージンガーの不契役で、初舞台を踏む。やがて座長の東が、蘇我野五59郎一座に入ると書生として、同行したが、すぐに辞めて、浅草オペラの石井清の門下となる。コーラスボーイを務め、堀田金星から渡辺敦氏の芸名をもらう。石井が、浅草オペラを去った後は、千賀海都市一について、 巡業へ出たのを経て、高田みののオリエンタルオペラ協会に加わった。九百二十一年九月、牧野教育映画製作所に入社し、牧野肖像脚本、沼田効力監督の兄弟仲は、に、江川れ夫と主演して、映画デビューする。いくつかの短編喜劇映画で、内田トム、栗城太郎らと共演したほか、牧野監督の大作、実録、中心蔵には、 道中のくもスケの役で出演した。1923年、小竹蒲田撮影所に入社し、野村カオルテイ監督、アーム城、島津康次郎監督、か一と三つなどに、しだしで出演する。しかし、同年9月に、首となって、東亜キネマに入社し、1924年9月には、小竹下下撮影所に移籍する。当時のかかは新人の野村所長以下、 清水博士、大久保忠本、竜作子らが撮影所の手こ入れのために移ってきた時期だったため、手薄になった俳優陣の中で、渡辺も巡視役級として起用された。1925年7月、下鴨撮影所の閉鎖で、鎌田撮影所に移り、現代劇に回る。大久保監督のマージャン、島津監督の養成地に移れば 野村監督のカラボタンなどに脇役出演したが、同年12月公開の愛妻の秘密に筑波由紀子と主演して、以来はしばしば主演も務め、五所平之助監督のカラクリ娘などで主役を演じた。大久保監督、月は無情以降は、木戸志郎所長が推進する短編喜劇映画の主演として起用され、三枚目役を演じるようになる。 短編喜劇の名手、斉藤虎次郎監督と組み、活動協、モダンカゴの鳥、石川五右衛門の法事などに主演、斉藤が連発する終末なギャグに自らも次々とアイデアを出した。1931年には、五所平之助監督による、日本初の本格陶器映画、マダムと女房で、田中絹代と主演した。1927年7月7日、八雲恵美子。 吉川美智子、岡村文子、田中絹代、坂本武史、松井淳子、吉谷久夫、横尾出川、石山隆嗣、高松栄子、立田静恵らと共に、準幹部に昇格。翌1928年1月8日には、役もと共に幹部に昇格した。1931年9月、鈴木伝明、岡田時彦、高田らと共に松竹を退社し、 富士映画社創立に参加。同社制作のルンペンニワカ大臣では原作、監督、主演を務めた。同社は1933年3月に解散し、同年4月に古川六波の笑いの王国に参加。旗揚げ公演の我らが中心蔵に早野勘平で出演し、時技や金流館などの舞台に立つ一方、ただの凡事人生勉強などの映画に出演する。 1935年7月、笑いの王国を脱退して一座を結成した古川の東方入りに同行し、有楽座や日本劇場の舞台に出演する傍ら、古川主演の六派のお父ちゃん、六派の大久保彦左衛門などに脇役出演した。戦後はフリーになり、主に江本健一や古川六派らが主演したあちゃらか喜劇に出演。1950年代からは、 東映時代劇で活躍し、月形隆之介主演の三戸黄門万有期シリーズや、市川歌右衛門主演の旗本退屈男シリーズなどに常連出演した。その他、嵐勘十郎主演の右門鳥物町シリーズでは、おしゃべり店6を演じた。一方、黒沢明監督にも重用され、素晴らしき日曜日からドディスカデンまでの8作に出演した。特に、 どん底での演技は評価が高いようである。1977年2月27日、急性肺炎のため東京都大田区北専属にある自宅で死去。78歳没。3月7日に妙馬寺で,で、国別式会と名まれた。ビートたけしは、好きな俳優の一人に渡辺敦氏を挙げており、息子の名前に特と付けた。石川五右衛門の法事左からか取千代子。 渡辺厚史夫寺の題名は、キネマ順報ベスト10にランクインされた作品員は、黒沢明監督作品。ありがとうございます。